ベータ水素脱離とは有機金属化合物に見られる反応形式の一つ。ベータ脱離、ベータ脱離とも、金属中心に歩キル元が結合している気質から脱離が起こりある剣と金属、ひどりどに分かれる反応を指す。歩キル元には金属から見てベータの炭素上に水素原子を持っている必要がある。例えばブチル元を持つ。 有機金属化合物では、ベータ水素脱離が起こりうるが、メチル元では、ベータ炭素がないため起こらない。他、ベータ水素脱離が起こるためには、中心金属の上、あるキル元と質の位置に、空の配位点がなければならない。上の式のように、ベータ水素が金属と、新配座を取った状態から、脱離反応が起こる、新脱離である。ベータ水素脱離は、 金属触媒反応の中で、鍵反応、あるいは望まれない副反応として含まれる。シェル高級オレフィンプロセスは、海面活性剤の製造のためのアルファオレフィンを作る反応であるが、その中では、ベータ水素脱離の過程が含まれる。ベータ水素脱離は、ヘック反応にも含まれる。ベータ水素脱離が望まれない場面で起こる例は、チーグラーなった反応である。この場合、 ベータ水素脱離が起こると分子量の低下につながる。ニッケルやパラジウム触媒を用いてアルキルグリニアール主役とハロゲンカーリールをクロスカップリングさせる際もベータ水素脱離が問題となり収率の低下とアルケンの複製につながる。反応によってはベータ水素脱離が最初の段階として現れる。エンカルテニウムルクル酸とトリフェニルホスフィン PPH 酸とに、 メトキシエタノールからルシエル酸を合成する反応では、最初に生成する RU r、UR、コキシドから β 水素脱離によって RUH 子とアルデヒドが生じる。アルキル金属化合物が18電子則を満たすなどして空の配位点を持たない場合は、β 水素脱離は起こらない。空の配位点があってもそれがアルキル炭素と質の位置に来ることができなければ、 やはり β 水素脱離は起こらない。例えば、平面4肺型を取るニッケルやパラジウム作体で、トランス型の2肺座肺位子である1、1、ビスフェロセンを肺位子として持たせると、金属に、アルキル元が結合しても、シスの位置が2箇所のどちらも DPPF で、塞がっているため β 水素脱離は起こらない。エルセンブロイッチ、C オングパーのマタリックスワイリー VCH。 バインハイム、ISBN 9兆7835億2729万3902ありがとうございます。